国際大学都市の夜景日本館モロッコ館、ノルウェー館国際大学都市は、フランス共和国の高等教育機関で学ぶ、主に留学生のために、パリ南端の14区に作られた学生寮群である。敷地の面積は34ヘクタールある。緑豊かな広大な敷地には37つの寮が立ち並び、約5500のベッドが存在し、敷地内にはカフェテリア、 郵便局、学生レストラン、図書館、プール、テニスコート、体育館、スポーツグランド、県庁の事務所、音楽施設、広大な芝生がある。入居できるのは長講生、大学生、研究生、教師、演劇家、芸術家で126カ国の人々が生活している。フランス人の占める割合は2004年で約35%である。 プラン42を呼ぶ各国の量があり、アフリカ間、アルゼンチン間、アルメニア間、ベルギー間、ブラジル間、カンボジア間、カナダ間、デンマーク間、ドイツ間、イギリス間、ギリシア間、インド間、イタリア間、日本間、レワノン間、ルクセンブルク間,間、モロッコ間、メキシコ間、モナコ間、オランダ間、ノルウェー間、ポルトガル間、スペイン間、スウェーデン間、スイス間、 チュニジア館、アメリカ館があって、それぞれの国にちなんだ建築様式をしている。日本館はお城風の様式で、ギリシア館は神殿のごとき荘厳な建物になっている。各館では定期的に映画上映、パーティー、コンサート、自国の芸能披露といった様々なイベントが開催され、国際交流が奨励されている。また、 寮生はただ住むだけではなく、新しい学年のごとに、各々の,の,の寮で委員が選挙で選ばれ、自治委員会が組織され文化活動、自治活動が行われる。寮費は月300から400ユーロ程度で、電気代、水道代、インターネット使用料も含まれる。各部屋にインターネット接続できる寮もあれば、図書室、コンピュータルームでネットに接続できるようにしている寮もある。 どこも無料で使用できる。さらに、週に1、2回、掃除符、符が来て、掃除をしてくれる。60ユーロほど支払えば、テニスコートと巨大なプールを1年間、使えるようになる。ありがとうございます。